アイテム番号。SCP-481JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。日本国内に存在する棒なしの型飴を製造している製菓工場で製品の重量を検査する検査具の導入を行い、検査に合格しなかった製品を財団管轄下にある企業を用いて回収してください。また、従業員による不良品の持ち帰りなどが起こらないよう定期的な指導と監視を行ってください。回収された SCP-481JP は必要な数のみをサイト、81。の冷蔵機能付きの保管用金庫に収容し、残りは粉砕した後に焼却処分してください。SCP-481JP-A の発生が発覚した場合は直ちに SCP-481JP-A を個人で収容することができる十分な武装を施した財団職員を派遣してください。もし SCP-481JP-A の破裂行動が行われた場合は清掃部隊を派遣し、目撃者の記憶処理と被害に応じた適当なカバーストーリーをルフしてください。SCP-481JP 及び SCP-481JP-A の実験はセキュリティクリアランス3以上の研究員2名以上の許可が必要です。SCP-481JP-A に関する実験の際は必ず SCP-481JP-A を収容するための十分な武装を施した職員3名を待機させてください。説明。SCP-481JP は約3ヶ月ごとに日本国内の製菓工場に存在する製造直後の飴玉の内部に出現する異常な生命体です。SCP-481JP は変異する前は直径3ミリの透明な球状の物体のような姿をしています。SCP-481JP が出現する飴玉は棒がついていない片飴に限られ、内部に空洞がある飴玉には出現しません。多くの場合は球体、もしくは楕円型に近い形状の飴玉に出現しますが、ドロップ状の飴玉から SCP-481JP が発見された事例もあります。内部を観察できる飴玉であれば目視で SCP-481JP を観察することが可能です。SCP-481JP を含む商品は通常よりも約 10g 重量が増加します。現時点で SCP-481JP が混入している商品を見分ける方法はこの重量差のみです。SCP-481JP の入った飴玉が摂取された液が SCP-481JP に触れた場合、SCP-481JP は瞬時に変異を行い SCP-481JP-A へと変化します。飴玉が舐め溶かされず噛み砕かれた場合は SCP-481JP の変異は発生しません。SCP-481JP-A は3対6本の鋭い鍵爪を持つ人間の腕と1対2本の人間の足を持つ、全身がアメ細工で構成されている三つ壺アリ属、マイアメコシスチュス、に類似した特徴を持つ実体です。変異した SCP-481JP-A は即座に強い光を発するとともに体長 58M まで成長します。その結果多くの場合、飴玉を接触していた人間は SCP-481JP-A の体に圧迫され死亡、もしくは重傷を負うことになります。成長が終了した後、SCP-481JP-A は自身が包み込まれていた飴玉を製造した製菓工場へと向かい約 5km 毎時の速度で移動を行います。SCP-481JP-A が何を目的として製菓工場へ向かうのかは SCP-481JP-A の目的地到着が実現した例がないため確認されていません。SCP-481JP-A は基本的に2体の腕のみを用いて這うような形で移動を行います。使用されない2体の手足は自傷行為、周囲への攻撃、運動の停止などの行動を不規則に行います。SCP-481JP-A の自傷行為は極めて激しく、自身を自己収容した事例も確認されています。現在、なぜそのような移動方法を行うのかは不明です。最初期の SCP-481JP-A の腹部に内容物はありません。時間の経過につれ腹部内に SCP-481JP が包まれていたものと同成分の高温な液状の飴と高濃度の偽酸で満たされていきます。現在 SCP-481JP-A が貯蔵する内容物の上限は確認されておらず、膨張に伴い SCP-481JP-A の腹部の耐久性が低下していきます。SCP-481JP-A の腹部が外部からの衝撃によって損傷を受けた場合、破裂音とともに SCP-481JP-A が消失します。その直後内容物と同様の物質が約高度 1km の地点から降り注ぎます。
その範囲と時間は不明ですが腹部がおよそ直径40メートルまで成長した SCP-481-JP-A が破裂した事例では約1時間にわたり半径15キロメートルの範囲でごつなし、mmH ミリメートル毎時の内容物が降り注ぎました。SCP-481-JP-A の破裂は SCP-481-JP-A の腹部以外の部位を破壊し終了することによって防ぐことが可能です。SCP-481-JP-A が蒸気のような危険性や巨体を持つのにもかかわらず SCP-481-JP-A に関する情報を得た人間は SCP-481-JP-A の危険性を異常に過小評価します。中でも正義感、好奇心、名誉欲、金銭欲などが強い人間は SCP-481-JP-A の殺害、捕獲、記念品の入手などを目的に SCP-481-JP-A へと接近を試みます。また、接近を試みる人物は目的達成のための他者からの支援、援助に強い拒否反応を示します。この影響は SCP-481-JP-A の攻撃で死亡した他者の死体を目撃した場合でも継続します。この精神影響を受けた一般人の攻撃により SCP-481-JP-A の破裂が誘発される可能性があります。ホイフク数回の実験の結果、SCP-481-JP を含む飴玉を摂取中の被験者全員が笑みを浮かうかべる等しの不自然な動作をしていることが指摘されました。その後の調査で SCP-481-JP と思われる存在が自身を摂取中の被験者の脳内に対して、未知の方法でメッセージを送信していることが判明しました。なぜその存在についての報告が行われなかったのか調査したところ、すべての被験者がメッセージの内容はたわごとであり報告する価値はないと判断したと証言しました。メッセージは飴玉の接触者及び全人類に対する脅迫と接触者に対して飴玉を食べることを中断するよう警告する内容が交互に送信されます。メッセージは一方的なものであり被験者の言葉に反応しているような素振りも見せません。SCP-481-JP-A の危険性がある程度伝わる内容であるのにもかかわらず被験者が接触を中断しないことから SCP-481-JP が SCP-481-JP-A へと変化する以前から自身に対する脅威の認識を鈍化させる精神影響を持つものだと推測されます。以下は D-10-2105 が自身に送られたメッセージを書き起こした記録と D-10-2105 の SCP-481-JP 接触記録を解き系列的に並べたものです。実験記録、2000年と4月日、対象、D-48105、目的、SCP-481-JP を接触した際に聞こえる音声の内容の記録、1600、D-48105 が構内に SCP-481-JP が入った飴玉を入れ舐め始める。1601、俺は強い。1601、この時点で D-10-2105 の口元が笑みで歪んでいることが確認される。1602、私は強い。1604、恐れよ。1607、吐き出せ。1610、目に焼き付けろ。1611、まだ間に合う。1613、破滅は近い。1613、D-48105 が SCP-481-JP の言葉に吹き出したかのように息を漏らす。1615、助けたい。1616、残りわずかだ。1617、もう時間がない。1617、D-48105 の、たかが飴玉に何ができるってんだよ、という独り言が確認される。1618、俺を舐めるな。1618、私を舐めるな。1619、SCP-481-JP-A の発生により D-48105 が死亡、待機していた武装職員3名の攻撃により SCP-481-JP-A は終了された。映像の確認により D-10-2105 は死亡する寸前まで笑みを浮かべていたことが判明した。